戦国武将紀行大久保彦左衛門忠忠子、こちらですね、龍興寺さんというあの港区のお墓がある場所に来ています。彦左衛門公はですね、お名前があまりにも有名なんで、歴史不安の方でしたら知らない方はいないと思いますけど、忠敬っていうよりも彦左衛門ですよね。もうあれだけいろんなドラマやですね書物に出てくると、聞いたことはあると、歴史知らない人でも聞いたことあるというぐらい、著名というか有名な方ですよね。港区なんでね、ちょっと現代風の、お城にお寺になってると思いきや、結構古風な感じでですね、彦左衛門公の、お墓の、廟というかですね、かなり大きなものが、見えてますけども、そういう意味ではですね、ちょっとこっち先に見てみますかね。ちょっと一般のお墓もあるんで、まずこの大きな碑が目に入りますよね。大久保彦左衛門忠敬、これ昭和に建てられてますけどもね、徳川の一家臣なのにこんな大きな碑があるっていうことだけでも、非常に有名な方だということが伺えますよね。他の、全国いろいろ見てますけども、家臣でですねこれだけ大きいとなるとなかなかないですよね。大名とか武将であればですね、碑はあるんですけど、顕彰碑というようなものがですねいくつも見てきましたけども、かなり大きなものになります。こちらは本堂ですね。現代風になってますんで、ちょっと中は立ち入れませんので、さっきお参りしましたから、もういいと思います。こちらがもう今見えている部分ですね。彦左衛門公とですね、一門の方のお墓という形になりますので、江戸時代ですね、そういった方のちょっとお墓になりますので、こちらがその大きな廟ですよね。場合によってはちょっと将軍家ぐらいな大きさですよね。大きな廟、大久保彦左衛門の墓って書いてありますね。これ一門なんで、ちょっとお一人ずつお話しすると大変なことになってしまうんで、ほとんどがですね、見てわかる通り法教院塔ですから、江戸時代の以降のものがほとんどだと思います。彦左衛門公はですね、まず彦左衛門公の墓はこれですね。入り口に墓と書いてあるだけでどれって書いてないんでちょっとわからないという方もいらっしゃると思うんですけど、奥の方もですね一族のお墓で、今言った通り江戸時代のものがほとんどです。でこちらの大きな、もうひときわ大きいですよね。もう上に突き出るぐらいな、これは後で、かぶせたものかもしれませんけど、でも結構古いものですよね。作られた同じ時期かちょっと分かりませんけど、彦左衛門忠敬公はこちらで眠ってらっしゃると。お墓はですね、他にもいくつかあるんですけども、ここはその3つの有名なお墓のうちの1つということになりますよね。ちょっとまたお墓の前で、ちょっとお話もどうかと思うんですけど、彦左衛門公はですねそういった立派なそのキパ像とかそういうのはないので、ちょっとこちらでお話をさせていただくことにします。彦左衛門はねもうドラマなんかでもね気難しそうな俳優さんを使ったりですね、配役が非常に、どのドラマも素晴らしいし、いかにも三河者というか頑固者というか、実際三河者だったのかちょっとっていうのはあるんですけど、大久保氏はですねそもそも、藤原家だと思うんですけども、この忠敬公彦左衛門はですね、高勝公の、八男ということでですね、結構兄弟も多かったと。残ってる絵ですよね、肖像画というかそういうのなんかも、かなり厳しい感じの方で、生まれは1560年ですから、関ヶ原の時にもそんなに古くないですよね。なんかすごいおじいさんのイメージがありますけど、80近くまでは生きてるんですけど、どっちか、戦国時代真っ只中に生まれてますからね。通称でこの彦左衛門という方は有名な方って他にもいらっしゃるんで、藤原家のこの方ですと、父のですね高和公、も結構有名ですよね。この方もですね戦国時代
ではですね、非常に著名な方になりますし、もう岡崎の方にお墓があったと思いますけども、まあ、先々代のですね、中高の、まあ、清安公、松平清安公から、家康公まで仕えたという形になりますけど、まあ、1583年に亡くなってますんで、まあまあ、有名といえばどちらも有名なんですけども、まあ、どちらかというと私的にはこちらの忠孝公ですよね、の方がですね、まあ、3代にわたって、まあまあ徳川家というよりも、まあ、松平家を支えたと、そういう武将として、お話をしたいと思いますけども、まあ、こちら彦左衛門公についてはですね、まあ、戦国時代から、まあ、江戸時代の初期というところでですね、まあ、さっき知らない人はいないと言ったんですけども、実はですね、徳川家にはですね、まあ、武田家の家臣の方たちも結構多くですね、まあ、旗本として仕えてるんですけど、なんと大久保彦左衛門この方のですね、奥さん正室がですね、もしかしたらなんですけども、一応伝なんですけど武田信門公の娘さんをですね、馬場信成公が、まあ、養女として、お世話したと、妻になったということになってる、ちょっとそこもね、はっきりしないんですけど、まあ、ちょっと武田方としてはそういうこともちょっと踏まえてお話をしてますけども、まあ、いずれにしてもですね、この方は、まあ、本当有名なのは、まあ、高天神城ですよね、今川の家臣、元家臣ですかね、岡部元信という有名な武将を討ち取ったと。いうことで、まあ、有名ですし、上田合戦の、まあ、真田氏との戦いとかですね、まあ、いずれにしてもですね、もう家康公に従ってもうほとんど、の戦に出てますし、まあ、後々ですね、子孫も、まあ、いくつかちょっと分かれてますけども、まあまあ、それなりにですね、欲をかかずにというか、まあ、三河物語っていうのをね、まあ、非常に大事にしているようでしたけども、まあ、この方はね、もう本当にね、もう武勇もそうですけども、まあ、存在感ですよね、いらっしゃるっていうだけでですね、まあ、徳川に彦左衛門、大久保彦左衛門ありと、まあ、そういう方になりますよね。ちょっとお墓の前なんでね、そのぐらいにしておきますけども、まあ、いろんなね、話とかもあるんで、まあ、彦左衛門公についてはですね、そういった書物もしくは動画とかですね、ドラマなんかを見るといいと思います、はい。松平徳川家を支えた、特に徳川家康公を支えた、戦国武将、大久保彦左衛門忠孝公でした。